皆さんこんにちは。本日は日産サステナビリティセミナー2023サーキュラーエコノミーセッションをご視聴いただきありがとうございます。司会を務める日産自動車グローバル広報の大原です。本セミナーはプレゼンテーションとパネルディスカッションの2部構成でお届けしてまいります。まずはじめに日産自動車チーフサステナビリティオフィサーの田川ジョージより日産の環境への取り組みについてご紹介いたします。その後有識者の方々をお招きしてサーキュラーエコノミーを加速させるためにアイデアをアクションにをテーマにパネルディスカッションを行ってまいります。それでは田川さんよろしくお願いいたします。皆さん日産サステナビリティセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。日産自動車のチーフサステナビリティオフィサー田川ジョージです。3年目の開催となる今年のセミナーでは2つのテーマでパネルディスカッションを行います。1つ目のテーマはサーキュラーエコノミー循環型経済、2つ目のテーマは DEI ダイバーシティエクイティ&インクルージョンです。まず1つ目のテーマであるサーキュラーエコノミーについてのパネルディスカッションを行う前に日産のサステナビリティに関するこれまでの取り組みを振り返り今後の計画についてもご紹介したいと思います。今年の夏は世界中で記録的な猛暑日やこれまでになかった地域での熱波、度重なる森林火災などさまざまな異常気象のニュースがありました。皆さん自身が日々この状況をご体感されていることと思います。そして7月27日には国連のアントニオ・グテーレス事務総長が地球温暖化の時代は終わり地球沸騰の時代が到来したと発言されました。2023年はアジア、ヨーロッパ、そして北米にとっても観測史上最も暑い年になる可能性が高いと言われています。気候変動はエネルギーや食料価格の高騰といった経済への影響だけでなく私たちの生活や健康にも大きな影響を与えます。私たちが生きるこの世界でより持続可能な暮らしを実現するには今すぐ変革を生む行動を起こす必要があります。そして差し迫った危機に対処するためには私たち一人一人が問題の解決に向けて貢献する必要があります。私は今を生きる一人のビジネスパーソンとして先の世代へと持続可能な世界を残していく責任を感じています。そして日産のチーフサステナビリティオフィサーに就任したとき、これを私の使命として強く心に刻みました。日産は人々の生活を豊かにイノベーションをドライブし続けるというコーポレートパーパスのもと、よりクリーンで安全でよりインクルーシブな世界を実現するためにサステナビリティをあらゆる事業活動の中心に据えています。本サステナビリティセミナーもその取り組みの一環です。サステナビリティに関するさまざまなテーマについて先進的な取り組みを行う企業や団体の皆さん、あるいは有識者の皆さんと議論し、高度な知見や幅広い経験を互いに共有することで私たちは今何ができるのか、何をするべきなのかを共に考えるきっかけにしたいと考えています。日産は2018年に日産サステナビリティ2022を策定し、サステナビリティへの取り組みを加速させてきました。この5カ年計画において、日産は ESG、すなわち環境、社会、ガバナンスの領域でそれぞれの目標を明確に定め、達成に向けて取り組んできました。主要な結果をご紹介しますと、新車からの CO2 排出量は2000年度比で 41.2% 削減しました。太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーの採用を推進し、生産工場における再生可能エネルギーの使用率をグローバルで 11.9% まで高めました。2010年12月に発売した日産リーフを皮切りに、これまでにグローバルで EV を100万台以上販売してきました。さらに人権を最重要課題の一つとして位置づけ、デューデリジェンスの一環として
人権アセスメントを実施し、世界各地で日産やパートナーの人権リスクについて確認を行っています。このほかにもさまざまな領域で日産は着実にサステナビリティの取り組みを強化し、成果を上げてきました。そして昨年、日産は ESG の領域においてマテリアリティ、すなわち最重要課題の評価を行い、優先して取り組むべき21のマテリアリティを特定しました。特に気候変動に対処するために、私たちは車両の電動化に最優先で取り組んでいます。長期ビジョン日産アンビション2030では、19車種の電気自動車を含む27車種の新型電動車両を投入することを発表しています。また EV の普及を推進すると同時に、日産は 4R エナジー社とともに EV 用バッテリーの再利用、再製品化、再販売、そして最後はリサイクルまで行う循環型のシステムを構築しています。現在、日産リーフから取り外したバッテリーは JR 東日本様で踏切の非常用電源としてご活用いただいたり、工場の無人搬送車の動力源となるなど、さまざまな用途で再利用されています。この循環サイクルをさらに推進することで、再生可能エネルギーの活用推進や資源依存の低減に大きく貢献していきたいと考えています。日産は2050年までに車のライフサイクル全体でカーボンニュートラルを実現することを目指しています。ネットゼロに到達するには、私たちのものづくりそのものや材料資源の扱い、そして車の使用方法まで考える必要があります。このライフサイクルの一部である部品製造時の CO2 排出量を削減する取り組みの一例として、今年1月から神戸製鋼所が開発した低 CO2 高炉鋼材とグリーンアルミニウム原料を用いたアルミ板材の採用を始めています。鉄やアルミニウムは車両重量の大きな部分を占めるため、これらの材料を使用することは部品製造時の CO2 排出量を削減するのに非常に有効です。加えて大切なのがサーキュラーエコノミーです。エネルギーをかけて新たな資源を求めるのではなく、資源の価値と製品の活用を拡大させます。その一例として、アルミニウム部品についてはエクストレール、ローグ、キャッシュカイを生産する日産自動車九州や北米のスマーナ工場、イギリスのサンダーランド工場で製造時に発生したアルミ板材の端材スクラップを再度自動車用アルミ板にリサイクルし、新たに生産する車に使用するクローズドループリサイクルのプロセスを採用しています。アルミニウムのリサイクルは、原材料から同程度のアルミニウムを作るのに必要なエネルギーの 90% 以上を節約できるとされています。私たちはリサイクル原料をより多く活用することで、新規採掘資源への依存の低減と気候変動対策との相乗効果を生み出します。こうした取り組みについては、7月末に公表した ESG データブック2023でも紹介しています。また今年度末までには、日産として初めて統合報告書も発行する予定です。今後ともこうした透明性の高いツールを活用し、取り組みの状況や成果をステークホルダーの皆さんにタイムリーに開示していきます。日産は今年新たな中期経営計画を発表する予定ですが、その計画の基盤となるのが現在策定中の新たなサステナビリティ戦略です。このサステナビリティ戦略は、長期ビジョン日産アンビション2030を実現する上でも非常に重要な意味を持つと考えており、しかるべきタイミングで公表いたします。日産は今年創立90周年を迎えます。1933年の創立以来、他のやらぬことをやるという精神を私たちはずっと大切にしてきました。自動車業界においてリチウムイオンバッテリーをいち早く実用化し、リーフに搭載することで量産電気自動車の時代を切り開きました。現在は電気自動車のゲームチェンジャーとなる
全固体電池の開発に取り組み、生産工場においてもカーボンニュートラルに向けた最先端の取り組みを推進していきます。しかしながら、すべてを日産だけで実現できるわけではありません。私たちは業界を超えて、さまざまなパートナーの皆さんとともに持続可能な未来を創造していきたいと考えています。本日のパネルディスカッションにも、幅広い業界から高度な専門知識と豊富な経験をお持ちのパネリストにお集まりいただきました。私もパネリストとして参加しますが、どんなディスカッションになるかとてもワクワクしています。それでは以上をもちまして、私のプレゼンテーションを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。田川さん、ありがとうございました。続きまして、パネルディスカッションに移らさせていただきます。まずはじめに、ご登壇されるパネラーの方々をご紹介いたします。株式会社リコー ESG 戦略部サーキュラーエコノミーエキスパート佐藤貴子様、フィリップスインターナショナル社ヘッドオブサステナビリティイノベーション戦略部長ロバート・メッケ様、テネオシニアアドバイザーピア・ハイデンマーク・クック様、日産自動車より田川ジョージ、そしてモデレーターは株式会社オールズコンサルティンググループ代表取締役 CEO 羽生田圭介様が務めます。それはでは、羽生田様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。この時間はサーキュラーエコノミーを加速させるために、アイデアをアクションにという題しまして、パネルディスカッションをお付き合いいただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、私モデレーターを務めさせていただきますオールズコンサルティンググループの羽生田圭介と申します。よろしくお願いします。私の立場としては、ビジネスコンサルティングの立場と、あとは政府の、委員の立場ですね、アドバイザーの立場とですね、あとは NPO、NGO の立場と、こういろんな立場を組み合わせてサステイナブルな社会づくりに関わっております。本日はどうぞよろしくお願いします。今日のテーマ、サーキュラーエコノミーですが、例えばもともとのですね、大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした、旧来の社会経済システムですね、いわゆるリニアエコノミー、これが資源環境の両面で負荷が大きすぎて、このままだといわゆるプラネタリーバウンダリーですね、これを超えてしまうと、こういうふうに叫ばれていて、それに加えてこれまでのリニアエコノミーというのはやっぱりどんどん資源を食い潰していくわけですから、やっぱり経済の潜在的な成長もどんどん落としていってしまっていると、こういうふうに言われているわけです。で、これ自体は実はその人間社会なんとなく気づいてきたことではあるんですね。新しい話ではないんです。にもかかわらず、なかなかこれを脱することができなかったというのが私の認識している、これまでの人間社会なんだと思ってます。ですが、デジタル技術とかはですね、どんどん進化してきて、新たな社会経済システムをいよいよ具体的に議論できるようになってきたと、これが我々の今現状、ようやくこの時が来たというふうに思っています。でいよいよ注目が集まっているのが本日のテーマ、循環社会、サーキュラーエコノミーなわけですが、今日のパネリストのお四方はですね、今日のテーマのまさに先頭を走ってこられてきた方々ですので、このパネリストの方々だからこそ聞ける、まずそのサーキュラーエコノミーを実現する重要性とですね、あとは先頭を走ってきたからこそ感じてこられた課題感とか、こういったことをお聞きできたらなというふうに今日思っているところでございます。まずは今日のこの豪華なパネリストの方々から改めて自己紹介いただこうと思います。お名前とですね、サステナビリティに関連する現在のお立場についてですね、短くお話しいただければというふうに思います。そうしましたら、最初先ほどのご紹介の順番通りですね、リコーの佐藤様から、お名前と現在のお立場について短くお話しいただければと思います。お願いします。皆様こんにちは、リコーの佐藤と申します。本日はこのような素晴らしいセミナーにお招きいただきまして誠にありがとうございます。私は株式会社リコーの ESG 戦略部 ESG センターに所属しております。本日 ESG センターのスライドを持ってきておりますので、それを用いてご説明させていただきます。
ESG センターはリコーグループ全体グローバルでサステナビリティ活動を推進、サステナビリティ活動の推進を行っております。サステナビリティ戦略の立案、 ESG 目標といわれる前者目標の設定、そしてその前者目標を達成するためにビジネスユニットの推進を行っております。また ESG の情報開示、ESG 外部評価の対応、社員教育、CSR の、推進活動なども行っております。現在の私の職種としましてはエキスパートと呼ばれる専門職を担当しておりまして、サーキュラーエコノミーの推進を担当しております。特に力を入れていることは製品の環境配慮された製品の開発を推進することです。お客様のニーズや規制の先取りを行った競合優位な製品の開発を推進するということに力を入れております。そして日産様との関係なんですが、弊社の複写機プリンターをお使いいただく中で、まさに本日のテーマであるサーキュラーエコノミー型の製品、再生複合機というものもお使いいただいております。そして弊社の販売活動には車両の使用は不可欠です。で、日産様の EV をはじめ車両を使用させていただいております。で、弊社のスコープ1の約4割が車両から排出される CO2 でして、こちらをやはりなくしていくには EV の転換が不可欠です。そういったことで今後もぜひ一緒にやっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。佐藤さん、ありがとうございます。そうしましたら次、ロバートさんですね。お名前と現在のサステナビリティに関するお立場、簡単にご紹介をお願いいたします。ありがとうございます。こんにちは、ロバート・メツケと申します。フィリップス・インターナショナル社ヘッド・オブ・サステナビリティ・イノベーション戦略部長です。イノベーション戦略を担当しております。物理学を勉強しました。フィリップスは世界先端のテクノロジープロバイダーです。我々のパーパスは2030年までに35億人の人たちの生活を良くするために、病院の状況を改善してアクセサブルにしてサステナブルにしなくてはならないと考えております。我々はヘルス企業として初めてサイエンスベースのターゲットを2000年から導入した最初の会社です。カーボンニュートラルでグローバルのオペレーションを展開しております。昨年収益の 18% はサーキュラーソリューションプロダクトによる売上でした。これは 25% に2025年までに引き上げるつもりです。サーキュラリティは重要な手段で排出削減、そして地球の限界の中でオペレーションを展開する手段だと考えています。ありがとうございます。そうしましたら続きましてピアさん、お名前と現在の立場ご紹介お願いします。皆さんこんにちは。今回参加できて大変嬉しく思います。ピア・ヘデマーク・クックと申します。現在テネオのシニアアドバイザーを務めております。以前はイケアでチーフサステナビリティオフィサーを務めておりました。イケアを2年前に離れまして、それ以降はヘルスケア、小売、レストラン、サステナビリティの材料というさまざまな北米、そしてヨーロッパの会社の取締役として活動しております。でイケアではサーキュラリティに関わっています。循環性に関わっております。で店舗における循環スポットというものをテストいたしました。これお客さんにとってさまざまなデザインセンターとなるんです。これはさまざまな学習の場となっています。お客様に対してそしてテイクバックサービスというものも行っております。家具をまた使っていただくというものです。またセカンドハンドセールもやっております。オンラインでもそして店舗でもリアルに行っています。またデモクラティックなデザイン、民主的なデザインという概念にも
かかっています。これはサステナビリティ、そして循環性にとって大変重要なテーマであります。特にその製品の設計という最初の段階から取り組むことが重要であると思っています。またスポーツの小売業にもかかっています。ここでもテイクバックというものが行われております。スポーツのさまざまな物品、用品などがテイクバックされている、また中古の製品なども販売されていると。したがって私は駅を離れても循環性に関わっているということでお話をしたいと思います。そうしましたら、パネルディスカッションに具体的に入っていきたいと思います。高さんはもう先ほどご紹介いただきましたので自己紹介を省かせていただいたと思います。最初のテーマがですね、なぜ、今サーキュラーエコノミーが重要なのかと、ちょっとここまで立ち返って皆さんとお話したいというふうに思います。もしかすると今日お聞きの皆さんも参加されている皆様の中でですね、もしかするとまだサーキュラーエコノミーへの挑戦っていうのは本当に必要なのとかですね、ないしは本当にできるのかという称賛を疑っていたり、いろんな立場まだ腹落ちしてない方もきっとまだいるだろうと、こういうふうに考えて、なぜこれが必要なのか、これを皆様の立場から語っていただきたいというふうに思います。で、最初にお聞きしたいのが、ピアさんにお聞きしたいと思っています。で、ピアさんは先ほど自己紹介いただいたように、前職2年前までいらしたIKEA の中でですね、まさにそのテイクバックシステムとかも含めた本当にサーキュラービジネスモデルというのをこう開発されたり、サーキュラーエコノミーの重要性には本当にいち早く着眼されてきたというふうに思っています。で、この取り組みにですね、本当に早く着眼されてきた、その課題感ですね、そのどういう例えば危機感であったりとか、場合によってはそのビジネスに関する課題意識から、ここに対して他社よりも早く着眼されて取り組まれてきたかと、このあたりについての背景ぜひ教えてください。はい、わかりました。ありがとうございます。そうですね、なぜ IKEA がそれだけ先取りしたのか、どうしてそれだけ早い段階で気がついたのか、多分非常に早い段階で気候変動のターゲットを設定していたからだと思います。で、まさにそのカーボン、炭素、そして気候変動の関連の目標を達成する、やはり循環性が大変重要だったんです。特に IKEA のようなメーカーから見れば、非常に大規模な家具の業者でしたから、カーボンフットプリントの 70% は実は材料、そして製品の生産由来のものでした。そうなりますと、デザインをどうするのか、製品をどう活用するのか、どうやってテイクバックするのか、どうリサイクルをするのか、そういったことをちゃんと最初から考えなければ、そのさまざまな炭素関連の目標を実現することはできなかったわけです。したがって、そもそもカーボンフットプリントの 70% がサプライチェーン、そして商品由来だということを意識したからこそ、早く取り組んだんだと思います。それがまず最初の理由です。また私もヨーロッパ、そしてスウェーデンベースの会社です。で、この地域ではいろんな規制が行われています。そしてさまざまな規制がどんどん拡大しています。7年前からずっとこの社内ではサーキュラーエコノミー関連の活動が活発になっておりました。3点、特にベルギー、オランダなどのお客様、こういった地域でいろんな取り組みを始めていたのですが、そういった地域でもお客様のニーズが非常に強かったんです。お客様が中古の製品が欲しかった、そしてテイクバックしたかった、製品を返したいという要望が非常に強かったんです。例えば新しいマットレスを買う上では、古い使っていたマットレスをどうしたらいいのかわからないということをよく言われたんですね。したくて、長期的に見てもこうやってテイクバックのサービスをオファーすることは十分理にかなっていたんです。十分理に非常に合理的だったのです。可能な限り長いサイクルでそのフットプリントを探す上で長時間使いたいという欲がありました。一つはマテリアリティです。そして循環性がサステナビリティが SDG にとって重要であるという認識があった。二つ目は規制、そういった新たな規制の存在がありました。三つ目がお客様の要望ということです。以上です。非常にわかりやすくありがとうございます。もう少しだけピアさんに重ねて聞くと、そういうそのいろんな理由、例えばお客様のニーズであり規制でありあった中で、社内での理解はすぐに得られましたか？例えばコストがかかるかからとか、面倒だとか、いろんなこう反対意見もあったんじゃないかというふうに思いますが、社内での理解というのは結構早く得られたものなのか、このあたりどうだったでしょう？
そうですね、これまだまだ実は続いているものなんです。域は離れて2年経たれておりますが、それともまだまだ域も新しい循環性に取り組んでいるようです。新しいソリューションに未だに取り組んでいるようです。他の会社も同じです。サステナビリティは実は継続するものなんです。常に学ぶということで、マネジメントも変えていかなければなりません。そうやって経営を変えるのは、やはり啓蒙、そして意識の向上が必要となります。どうして変化が必要なのか、そういった理解が必要なんです。どうやってロードマップが必要なのか、そういったことの理解が重要であると思います。したがって啓蒙、そして意識を変えるということ、これが大変だと思います。重要なポイントです。もう一つ、成功するということです。こういった取り組みをやる、こういった活動をやると、プロジェクトを手掛けると、そして本当にうまくいくんだということを実証するということ、これが重要ではないでしょうか。もちろん小さなプロジェクトを たくさんやってやった方がいいと思います。失敗してもコストかかりませんから。でも小さいプロジェクトだけではなく、大型のプロジェクトも必要だと思うんですよね。お客様の要望もあるわけです。で、従業員も誇りに思えると、そしてしかも採算も悪くないと思ったほどコストかからない、そして見返りもあると、そうすると、あ、これは十分合理的だなというのはどこかできました。そうすると小さなものがうまくいけば、より大型のプロジェクト、お金かかりますけれども、よりうまくできるようになります。ただまだまだこの道のりはまだ歩みまだ続いております。池田、まだまだこれは継続的な取り組みだと思っています。これは新しいビジネスモデルですから、金を儲ける新しい方法、お客様との交流もかかります。サプライとの関係も変わる新たな方法です。商品の成形も変わっていく。ですから、簡単に短期的にできるものではありません。ただ根本的な変革なんです。ビジネスをどうするのか、本当に根本的な変革に変わるものであると思います。そういう意味では、先進企業もまだまだチャレンジしながらというのは、すごく、ある意味勇気づけられるところかなという気がします。そうしましたら、続いて佐藤さんにお聞きしたいんですが、リコーはですね、政府が出したサーキュラーエコノミーに係るサステナブルファイナンス促進のための、開示対話でガイダンスという、資料に、沿ったですね、日本企業初のレポート発行されるなど、本当に先進的な取り組みで高い評価をされてこられたというふうに認識しています。で、本当にこういろんなステークホルダー、もちろん投資家だけでなく、いろんなステークホルダーと話す中で、聞かれたいろんな課題感ですね、今ピアさんが話したような課題感になぞらえる部分もあっていいですし、よりこの対話をする広いダイアログの中で聞かれてきた、サーキュラーエコノミーが必要だという、この気持ちが湧き立つような課題感ってどんなものがあったでしょう。まずホワイサーキュラーエコノミーというところで、一つ経営目標としての ESG というスライドを用意してきますので、そこをご説明した後、課題感についてお話ししたいと思います。まずサーキュラーエコノミーを含めたサステナビリティの取り組みは、短期的にはコストアップ、コストアップ要因に見えるというところがございます。中期的な視点では、将来財務を担保する先行投資と捉えることができます。そのため弊社では ESG を非財務ではなく将来財務と呼んでいます。企業は世の中の ESG 要求を事業機会リスクとして分析し、先行対応することで3年から10年先の将来の財務成績に好影響を与えることができる、まさに今動くことが必要だというふうに考えております。また弊社のビジネスは B2B ビジネス2ビジネス の商売がほとんどでございまして、政府調達大手商談というもので、早くから環境対応というものが求められておりました。で、現在はサーキュラーエコノミーも含めてそのレベルが非常に高くなっておりまして、まさに環境だけではなく ESG、ソーシャルというものも入っておりまして、レベルも複雑化してきております。で、このようなことに早くから対応しておかないとですね、今後我々の製品が選ばれなくなる、本当に機会でもありリスクでもあるということが言えますので、もう今からやっぱりアクションを起こすことが必要だということをステークホルダーの方々にお伝えしております。それで C レポートを発行したときは、やはりなかなかそういった企業さんがないということと、脱炭素の次に C サーキュラーエコノミーという言葉が出てきたということで、じゃあうちもサーキュラーエコノミーをやってみようと
言われましたが、何をやったらいいかわからないという、まあ、自治体の方々ですとか企業の方々から多数の問い合わせがございました。でその中でやはり脱炭素と違いまして IPCC のような世界共通の目標がないので、どのような指標目標を持って進めたらいいのか、具体的にどんなことをやったらいいのか、でまた先ほどピアさんとの会話にもありましたように、必ずサスティナビリティを進めると、社内からの反発、コストが上がって経済合理性との問題というのが出てきますので、そういったことに関してリコーはどのように進めていったのかと、そういったところを聞かれることが多いということがございました。でそれに対して、C レポートに書いてあるようなことを答えていったわけです。で今こちらに写しているこちらがですね、1994年に我々が循環型社会の実現のコンセプトとして提唱しましたコメットサークルというものを写しております。この球体がですね、循環型社会を実現するパートナーで、矢印が物の流れとなっております。で図を見ると、彗星の動きに似ていることから、コメットサークルと名付けております。で上の球体から地球から新たに取り出された原材料が上のラインを通って製品になってお客様に届けられまして、大量生産大量消費の時代は使用済み の製品がそれも下のラインを通って埋め立てですとか単純焼却されるということになりますが、これが我々が B2B ビジネスでたくさん のリース契約を行っておりますので、その製品が戻ってくる、それを適正処理するということになるんですけれども、本当にこのまま資源を循環させなくていいのかというものを、この30年前の早い段階からコンセプトとして、このできるだけ内側で上に回して、新しく製品ならそのまま再生する、製品できないものは部品として再生する、それも難しいものはマテリアルとして再生するということを早くから回してきたということでご説明をしております。ありがとうございます。本当にもうこう資料なんかも拝見すると、いろいろこう脱炭素にせよサイクルエコノミーにせよ、その開示の意味ですよね。その情報を開示出したから許してよではなくて、本当にステークホルダーを納得させて一緒に動いてもらうということに対するこう、迫力というかですね、このコミットメントを本当に感じる、会社の、発信物だなというふうに見ていて思ったところです。ありがとうございます。で続いてロバートさんにお聞きしたいと思っています。先ほどロバートさん のご説明の中にも、本当フィリップスはそのまさにサーキュラービジネスにですね、こう貢献するプロダクトの割合が全体の 18% でを超えていて、これを2025年までに25% まで上げると、こういう本当に本業の中でのこう取り組みっていうのを非常に感じます。すなわちその何が聞きたいかというと、ビジネスユニットですね、事業部門、こことのコミットメントのこう迫力を非常に感じるのが、本当にフィリップスなんだなというふうに思っています。でここで本当にお聞きしたいのが、これまでのお二人にもお聞きしたところともちょっと重なる部分もあるんですが、特にこうコストセンシティブであったり、目の前のお客様のニーズをこう拾っていく事業部門がですね、こういうサーキュラーエコノミーのプロダクトというもののこう比率をどんどん上げていくという、こういうコミットメントまで協力するようになったというのはですね、どういうこう社内のコミュニケーションがあったのか、事業部門ビジネスユニットにとってサーキュラーエコノミーってどういう存在なのかと、これ改めて教えていただきたいと思います。質問ありがとうございます。ピアと他の方たちもさまざまなステークホルダーの観点から包括的なコメントされているかと思いますが、人を助けてビジネスのやり方を変えたいのであれば、あるいは自分の責任に対する見方を変えたいのであれば、
ピアがさっき言った通り、お客様からの要請が変わっている、規制当局者から課せられる規制も変わっている、開示も厳しくなっている、もっと開示しなくてはならない。でもビジネスでメイクセンスするか、論理的にサーキュラリティはビジネスのサクセスにとって前提条件なんです。社会が主体したならばビジネスだけ成功するってありえないわけです。我々何百ギガトンの原材料を採掘してきました。毎年です、過去数年間におきまして 10% 以下なんです、リサイクル率が、採掘される鉱物に対して。さまざまな重要鉱物がそうなんです。どんなビジネスであったとしても成功するにはお客様にバリューを提供しなくてはならない。でもコストを減らして、そして材料も減らさなくてはならない。それは論理にかなっています。それをベースに我々は戦略を立てました。じゃあどうやったら達成できるのか、こちらのスライドで示す通り、いくつかの積み木を我々はサーキュラーで使っております。もちろん最初は理解するということ、原材料って本当に必要なの、デジタル化できるのはどこ、原材料資源使わないで何かできないか、資源使わないのであればリサイクルされた材料とか、あるいはバーチャルマテリアルを使うとかできないの。ピア、日産、リコーからさまざまな良い事例もあると思います。ですから素材、材料が重要、次にデザインも大切です。モジュールデザインができるか、そうすることによって部品の取り替えが簡単にできるようにできるか、つまり保守性とか修理のしやすさです。プラットフォームで部品を取り替えることができる、例えば中古品の医療機器、カメラ、探知機、ディテクター、ソフトウェアのアップグレードの取り替えをやりやすくする。そして最後にビジネスモデルです。つまり物を売るんじゃなくて統合サービスを売るということです。それが我々の戦略の中核的な部分でありまして、ビジネスユニットはそこでついてきてくれるんです。ちょっとまとめますと、もしビジネスリーダーと社内のエキスパートの振る舞いを変えたいのであれば、まず物語を作らなくてはならない、説得力のあるナラティブであります。そしてリーダーのエンパワーメントをすることによって彼らにアクションを取ってもらうということ、そして能力構築をしなくてはならない、またエコデザイン、ライフサイクルアセスメントのトレーニングをやるということ、どういう結果が出るか、影響が出るかということ、それをプロセスに落とし込むということです。すべてのプロセスデザインにおいてターゲット、それに沿うインセンティブ、また KPI を敷くということ、それをフィリップスでやりました。ありがとうございます。本当になんで重要なキーワードいくつもあったと思っていて、社会全体が失敗したらビジネスだけうまくいくってことはないんだって、これは本当に大事なキーワードだというふうに感じます。で、まあ、それをそのなんでしょう、こう最先端で見ていて最初から腹落ちしてる人と、まあ、それの後からその、まあ、それについてくるその変革者ですね、例えば経営者の、まあ、気持ちを変えるためのナラティブを整理するであるとか、本当にこういろいろと社会のためっていうのとビジネスのためっていうのは本当にこうマッチして語られてるんだなっていうのをすごく非常に感じたところです。でさらにやっぱりテクノロジーも非常に重要なんだなっていうのを感じるところで、マテリアルなしでデジタルでうまくできる部分はそうすべきだし、まあ、そういったことをこう社内で深い議論をされてるんだなっていうのをすごく感じたところです。でぜひロバートさん具体的に特にこう今日参加している方々もそのサーキュラーエコノミーにこうコントリビュートするプロダクトやサービスっていうのはどういうものがあるのかっていうのをいくつか具体例なんか教えていただいたらありがたいかなと思うんですが、何か本当にフィリップスの中で一押しになるようなサーキュラー型のビジネスプロダクトぜひ教えてください。いくつか、もちろん。じゃあちょっと回答の冒頭で、サーキュラリティはプロダクトの性格ではなくシステムの性格なんです。プロダクトのデザインをするときに
サーキュラーエコノミーの一つの要素になる備えがあるようなプロダクターにするということも必要ですけれども、路地も物流もプロセスもそうしなくてはならない。それをパートナーと一緒にやっていかなくてはならない。効率性の高いプロダクトは設計できたとしてもそれだけでサーキュラーになるわけではない。それがサーキュラーの一要素になるということです。ここ2年において何億という投資をしてリファビッシングの施設を建設してきました。プロダクトをただ分解して素材にして銅をワイヤー化するとかっていうことだけではなくて、リファビッシメント再製造再利用をするっていうことが重要なのです。つまり現場のエンジニアを再研修することによって全く新しいコンセプトやテクノロジーを設計してきました。例えば大型スキャナー MRI に使われているようなスキャナーがあります。重量が何トンと重い、ヘリウムもたくさん使っているんです。そこで我が社で開発した技術で基本的にスキャナーのオペレーションをほとんどヘリウムなしでできるんです。7リットルです。本当は3500リットル使うのに。これは資源の節約であります。素晴らしい事例かと思います。資源の利用量を劇的に減らすということ、これは技術のブレイクスルーによって可能ならしめられまして、お客様も評価しております。消費者サイドにおきましてはある製品ラインにおいて消費者が買わないでレントできるビジネスモデルで価値の高い機器を再利用できる、買わなくていい、レンタルできる、2回ぐらい使ったらそれを返せるような仕組みです。これはプロダクトのデザインを変えるっていうだけではなく、お客様との付き合い方を変えることです。ありがとうございます。非常に具体性もあって本当に学びたいことがいっぱいだなと改めて思います。ありがとうございます。ぜひ田川さんにも聞きたいと思ってます。日産は本当にこう先ほども説明くださったように新規採掘資源に頼らない材料への代替であるとか、サーキュラーエコノミーに関するそのいろんな戦略を打ち出されていて、本当にバッテリーの再生化をですね福島県浪江町でなさっていたり、水資源対策とか非常にやられていて、これはすごく先進的な取り組みだというふうにすごく思ってるんです。で田川さんなんでぜひちょっと何でしょうね、腹を割って話したいのが、今実はもともと田川さんに聞こうと思っていたのは日産の取り組みはいわゆる車のお客様の要望を超えた、要するに車のお客様が今なさっているようなことをやってくれっていうふうにディーラーに言ってきたりとか多分しないだろうというふうに思って、それを超えたその取り組みをするっていうのは日産としてどんなこうビジョンとか、単力からやってるんですかって聞こうとしたんですが、今の前のロバートさんとかピアさんの話聞いてると、いやお客様からのニーズもあるんだっていう声が実はあって、登壇する前とちょっとなんか私の認識も変わりつつあるんですけど、それはもしかしたら国のマーケットの違いなのかとか、その辺も含めていかがです。いや意外とお客様からもサーキュラーエコノミーに対するニーズって結構来るのか、バイオテニスさんとしてそうではないけれどもそれを超えて社会づくりのために先走るんだと、このあたりどうでしょう。あ、ハニータさんありがとうございます。確かにね、例えばじゃあ今車を買う人が、じゃあ日産は浪江でバッテリーの再生やってるからじゃあ日産のバッテリーをね使おうとか、あるいはじゃあ日産のこの材料はリサイクルから作られたからトヨタの車を買わないで日産の車を買ってるかっていうと、それは実際には少ないんじゃないかなと思うんですね。ただ自動車産業が今、自動車産業だけじゃないと思うんですけども、直面している課題っていうのは、自動車を例えば作るときにものすごくいろんな材料を使います。それは鉄とかアルミとか樹脂だけではなく他にも、いろんな材料も使うし水も使いますと。で、今確かに一部の国ではね人口が、もうサーチュレートしてるとかそういう話ありますけど、今の見込みだと引き続き車の需要っていうのは増える、車の台数増えていくと、保有も増えていくし新車の台数も増えていくと。でこのままその新規の採掘、資源に頼ってこれを作っているとコストがものすごく上がるか、
あるいは実際作れなくなると。だから今あの目の前にいるお客様がじゃあサーキュラーエコノミーのことまで考えてチョイスしてるかっていうと確かにそうじゃないかもしれないんですけども、例えばサーキュラーエコノミーに優れたような活動をしている会社には、まあ、投資家からのお金も集まってくるでしょうし、まあ、最終的には例えば浪江の活動なんかは一般のお客様からも高く評価されてるんですね。でこれは例えば今で言うと今現在はテスラの EV なんかたくさん売れてますと。ただ我々2010年に EV を出してから今そのバッテリーの二次利用として戻ってきてるのは、まあ、日産のバッテリーが一番多いわけですね。でここで日産がバッテリーの再生ってこういうこともできるんだよと、単にそのバッテリーとして使うだけじゃなくてこれを違う目的にも使ったり、まあ、それこそ踏切に使ったりあるいはその災害対策にも使えるとか、まあ、電力会社に何かこう蓄電池として使うようなことも、まあ、グリッドに戻すとかそういうことまでねできるっていうことが最終的に証明されてくると、まあ、多分その今 EV を売り始めた中国の会社とか、まあ、一部の新興の会社なんかはその再生利用のところまでなかなか考えてないと思うんですけど、まあ、それを我々がやることによって、まあ、また新しいアイデアもね入ってくるかもしれないし、やっぱり自動車産業も今伝統的に自動車だけでずっと100年やってきたのがこの電動化とかコネクテッドっていうふうに出てきて、確かに新規参入があるのは脅威ではあるんですけど、例えばその我々モーターとか使いますけど、モーターって日本でも例えば日本電産、まあ、今ニーデックというのかという会社なんかがね世界で一番になろうってやってますよね。あるいはそのホンダとソニーが組むと、これ脅威かもしれないけども、やっぱりそれで新しいアイデアが出る、サーキュラーエコノミーについても新しいアイデアが出ると。羽田さんが最初おっしゃったそのリニアエコノミーっていう前提で今までずっと100年置いてきたのが、今はそうでないやり方をしないと生き残れない、あるいはそうでないことをしないともう車を作り続けられないんじゃないかと、まあ、こういう危機意識と問題意識ですかね、まあ、したがって最終的にこの取り組みっていうのは別に外部の評価を期待してやってるわけでも何でもないんですけど、我々がその、まあ、サバイブするためにっていうか我々が車を作り続けるためには絶対に必要な活動だと、こういうふうに思ってますね。なるほど。いや本当に説得力もあるし、まさにその先を走ってこられた日産だからこそ、まあ、本当に直面した、まあ、バッテリー戻ってくるしっていうところに対して、まあ、実務としても何とかしなきゃいけないと、まあ、そういう切迫感も含めて新たな一歩になったんだなってすごく感じます。で同時にもう少しかぶせて挑戦したいと質問があるとすると、まあ、経営陣もですね、なんかこう新しいキーワードが来ると、まあ、全部身構えるんじゃないかと思うんですね。で特にそのレギュレーションいろいろと、まあ、規制とかできてきたキーワードとして脱炭素っていうキーワードがあって、脱炭素というキーワードすら、まあ、まだまだやりきれてない中で、そこにサーキュラーエコノミーだっていう言葉が入ると、もちろんそこは重なる部分とか双方が組み合わさってできていく世界なんですが、脱炭素だけでも大変なのにサーキュラーエコノミーまでやるとはこれはもう大変だとかですね、経営陣の中でのこう議論というかですね、納得感とかこの辺って どんなもんだったんでしょう。まあ、サーキュラーエコノミーに限らず脱炭素でもね、確かにその短期的にコストがかかるんじゃないかって話はこれ常にありますと。これピアさんもロバースさんも、まあ、リコーさんもおっしゃってるようなね、そういうそのいろんなこう、まあ社内でのディベートとか、それは常にあることですよね。ただ例えば実際に、再生したものを使う方が新規採掘したよりも安くなるとか手に入りやすくなると、これはもう、まあ、もう中期的に考えればもう間違いない話ではあるんですね。でそういう例がこれからも出てきます。いろんな希少金属とか、これそれを新規採掘でやっていたらどんどん枯渇するし、今みたいにそのジェオポリティカルなリスクがあるときに、例えばある国とかある地域に偏在しているものしか使えないということになると、それをいかにこう何回も何回も使ってやるっていうことをしないと、最終的にやっぱり世界中でビジネスをしている我々みたいなメーカーは、まあ、不安でしょうがないですね。何かが起こったらこうあるとき作れなくなってしまうんじゃないかと、こういうことですから、あんまりその経営陣の中で例えば脱炭素とかサーキュラーエコノミーに対してネガティブってことはないんですね。でも現実問題として、じゃあすいません100億円これに投資しますと、でリターンはって、まあ、3年後にこのぐらいかもしれないっていう時に、まあ、
その実際にそれをこう判断するっていうのはこれは当然起きますよ。ただこれは別にサーキュラーエコノミーでも、脱炭素でなくても常に起こる話で、新たな車を作りたい、新たな技術を開発したい、これもね、あの手前で投資かかるけどやっぱり回収はね何年後になるっていうのは、これも自動車産業ずっと経験していることですから、まあ、あとは、まあ、我々経営陣がどういうふうにそれをね、あの判断してどこに向かうかっていうのを決めるだけかなと、こんな感じじゃないかと思いますね。なるほど、ありがとうございます。まあ、本当に、社内での議論もされて本当に世の中を動かしてきている、まあ、そのなんていうんでしょうね、高橋さんのあのまあ、思いとですね、あのこれまでの歩みも感じられる語り口だなというふうに思ったりします。ありがとうございます。で、あのここまで、あの、まあ、半分ですね時間を使ってまさにそのなぜサイケルエコノミーが大事なのかというところを、まあ、皆さんとディスカッションしてきたわけですが、あの後半の半分はですね、まさに先頭を走ってきた皆様だからこそ直面してきたそのサイケルエコノミー実現に向けた課題っていうのがこうあるはずだと思っていて、このあたりのですね、まあ、感じてらっしゃる課題感、愚痴なんかでもいいですけど聞きつつ、まあ、それを克服するため の、 あの、まあ、アイデアとですね、まさにアクションについて皆さんにお聞きしたいというふうに思っています。まあ、流れでもう一度田川さんに聞きたいと思ってるんですが、ここもまた田川さんなんで、あの躊躇せずにあの鋭く聞いてみるとですね、私ずっと聞きたかった話として、あの EV 化、電動化していくとですね、サーキュラリティって難しくなるんだろうというのを私はずっと思ってるわけですね。部品点数上がりますし、使うメタル、レアメタルもベースメタルも増えますし、まあ、その EV 化、電動化というそのチャレンジとサーキュラリティというチャレンジ、まあ、このあたりのこうぶつかりっこというかですね、このあたりってどうでしょう。いやもう大変なんだよで会話が終わりなのかもしれませんが、どういうふうにこう克服されようとされてるかとかですね、はい、教えてください。そうですね、あの大変なのは間違いないですね。それで、まず EV 化になると、ね、部品点数は実際に減るんですね。あのガソリンの時よりも部品点数は減るんですけど、おっしゃったみたいにその希少金属だとか今まで使ってないもの、今までエンジンでは必要なかったもの、それから非常に限られたもの、限られた地域でしかできない、限られた地域でしか精錬できてないものが非常に増えるので、これはのチャレンジが今増えてるのは間違いない話です。ただこれも自然な話で、100年間エンジンを作ってきて、それはあのいろんなこうリサイクルのノウハウだとか、あるいはこう、アイデアがね、もう100年間貯めてきたのに、ここのところで急激にこう電動化 EV 化が始まってるわけですね。ですから例えばその、まあ、バッテリーにしても、まあ、ニッケルのバッテリーが出て、その後そのリチウムイオンが出てきて、それから今全固体電池っていう話もあれば、まあ、LFP っていうちょっとこう多少コストの安い電池なので、でこれそれぞれ使う材料が違ったり、あの作り方も違ったりするんです。ですからこれまだ、これをリサイクルしたり、実際その、そこから取り出して、リユースするなんていう技術がなかなかできてない、これも間違いないのでチャレンジはもう本当にありますと。ただ例えばこれがやっぱり時間が経つにつれて、みんなもう電動化しなきゃいけないっていうのは、この今の地球の温暖化とかを考えればもうそれに疑問を唱える人いないわけですから、そうすると、まあ、自動車産業だけじゃなくて全ての英知がじゃあどうやったらそれをリサイクルできたり、どうやったらEV 化でも同じようにできるかっていうところに向かうと思うんですね。まあ、今日の某、日本の新聞に、例えばハーネスがね、非常に長い距離、まあ、1台で長い距離で使われてた、3キロメーターぐらいあった。でこれを、まあ、残念ながら日産じゃないんですけど、とある会社が100メートルに30分の1にできたと、こういう記事が出てたんですね。でこれはやっぱりそういう材料を使うものを、そのイノベーションのブレイクスルーで材料の使用自体を減るなんていうことが、これからも我々もやりたいと思ってますし、実際にそれが出てくると思うんですね。で我々でもさっきのバッテリーの二次利用なんかもそうなんですけど、例えばそのモーターでいろんな希少金属を使うのに、その希少金属の使用量を、まあ、12、3年前と比べてもうすでに 85% 減らしたとか、例えばバッテリーでいうとコバルトっていう材料ありますけど、コバルトをフリーにするとか、まあちょっとそんなようなイノベーションは実際には出てきているので、これも我々自身もやっていきますし、業界もやるし、あるいはまたさっき申し上げたような新規参入の方ともね、いろんな協力しながら必ずその回は出てくるんじゃないかなと
大変ですよ、大変だしコストもかかるけど、やっぱりそれはもう絶対取り組まなきゃいけないことなんじゃないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。もう関連して今度ロバートさんにお聞きしたいと思ってます。今高橋さんの話の中でも、業界でやっていくであるとか、まさにこう設計のところから変えていく必要があると、こういうふうにお話しされていて、ロバートさんも先ほどフィリップスの中でそういう取り組みなさってきたというお話しされてきたんですが、特にヨーロッパでずっと語られていますね、エコデザインの考え方、これ日本政府も非常に今興味を持っている関心を持って研究しているところではあるんですが、まさにこう製品の、ないしは、システム全体のですね、設計段階からこうセキュラリティを高めていくためには、本当にこういろんなサプライヤーであり、場合によってはデジタルのベンダーとかいろんな人 の、 理解が必要だと思われていったんくんですが、どういうふうにこう協力関係を作っていったかというところのお話を聞きたいと思っています。で特にフィリップスの場合はPACEですよね、プラットフォーム for accelerating the circular economy、こういうプラットフォーム立ち上げリードされてきたというふうにも伺ってますので、こう業界を巻き込んだこう協力関係の作り方なんかですね、ぜひこう教えていただきたいと思ってます。そこで感じられた課題感なんかも含めてですね、お願いします。ありがとうございます。高橋さんのコメントに戻りたいと思うんですけれども、完璧にやり遂げた企業を見るとテクノロジーとプロダクトのイノベーションをしている、でもそれだけでは不十分で、サーキュラリティをもっと促進しなくてはならないわけです。スケールアップしなくてはならない。チャレンジは何がエンジンか、新しいイノベーションを先導するエンジンは何かということです。つまり技術レベルでのイノベーションだけでは不十分であって、どうやってその新しい技術をお客様に届けるかという、その部分もイノベーションが必要であって、資金調達のやり方もイノベーションが必要だし、それを個社ではできないんです。だから我が社がペースに過去数年間投資貢献してきました。 WEF でも取り上げられたんですけれども、 IKEA とかもコラボレーションしています。日本政府は当初からサポートしてくれましたし、オランダ政府なども貢献してくれたんですけれども、ペースでベストプラクティスを共有して、チャレンジも共有しております。お互い学び合うっていうことができるんです。だから他の人が発明したことを同じ発明繰り返さなくて済む。ありがとうございます。ペースについてもうちょっと知りたいということであれば、ペースサーキュラーで検索してみてください。ぜひ、あと お金のある方はぜひ投資もしてください、参加してください。ありがとうございます。本当に業界をリードする立場って本当に難しい部分もあって、そのやっぱりビジネスの現場なので競合関係コンペティションもある中で、それでもまさにその、ロバートさんおっしゃってることは一貫性があって、その社会産業がうまくいかないのに自分の会社だけうまくいくことはないと、この信念と、さっき高橋さんがおっしゃったような、やっぱり将来今はうまくいっても同じものが作れない、同じシステムが実現できないっていうになると、それはやっぱりみんなが潰れていく話なので、まさにこういうプラットフォームの取り組みっていうのは大事ですし、日本企業や国を超えてもこういう取り組みをリードする企業っていうのは本当にこれから先どんどん価値が高まっていくんだろうなというふうに思います。ありがとうございます。で、佐藤さんにぜひお聞きしたいと思っています。でもう少しその、先ほども開示の中で非常に先進的なご説明頂戴しましたが、特にこう日本企業がこう循環型ビジネスの話をするときに、今日登壇の皆様はですね、もう本当にこれの意味とか将来的にどう返ってくるかとか将来財務、このことも含めて腹落ちされてるんだと思うんですが、大くくりのビジネスパーソンはやはりこの類の取り組みはやっぱコストだっていうふうにこう思うもので、でこれがこうビジネスにとってチャンスなんだと、もうこれをこう伝える時の、伝え方ですよね。このあたりどういう苦労されてきたかもそうですし、今だと、先ほどの、いい資料も見せていただきましたけど、どういう伝え方をするとまさにこうチャンスだっていうふうにみんなにこう思ってもらえるかって、このあたりの話を教えていただきたいと思います。はい、弊社 の、 製品 の、 事例を紹介したいと思います。その前にですね、少資源 の、 弊社の目標についてスライドを用いて簡単に説明させていただきたいと思います。
目標値にはですね、2000年当時の鉱物資源を2050年には約8分の1にしていく必要があるという有識者の考えをベースにですね、地球から新たに使用する資源を8分の1に削減する、新規製品の新規資源使用率というものを設定しております。で、新規資源使用率を達成するためには、エコデザインが必ず必要で、製品の小型軽量化、リユース、そしてマテリアルリサイクルが必要になってきます。で、その中で2023年に弊社が発売しました A3 フルカラー複合機においてですね、ポストコンシューマー材といわれる市場から回収しました製品を 50% 以上です、使用するという製品を開発したいたしました。こちら のスライドでちょっと製品の紹介スライドを持ってきましたので写していただけますでしょうか。はい、こちらがですね A3 フルカラー複合機で7モデルのラインナップを揃えております。1分間に A4 の紙が20枚から60枚出るようなモデルになっております。で、本シリーズで先ほど言いました市場から回収したプラスチックを 50% 搭載している以外に次のページで示しておりますように環境の性能をいくつか搭載しているんですけれども、最初に紹介しましたやはりそのポストコンシューマー材を 50% 搭載したというその開発の裏側といいますかストーリーについてご紹介させていただきたいと思います。で、プラスチック安い再生材の方が安い場合もあるんですけれども、こちらに示している複合機などの外装の再生プラスチックはバージン材よりどうしてもコストが高くなってしまいます。で、この製品を開発している当時は弊社でもやはり 5% 全体のプラスチック量に対してそのポストコンシューマー材を入れるというものは 5% を入れればいい方かなというところで、値段を原価も上がってしまいますので、そういった形で少し入ってますよという形でいたんですが、やはり先ほどのような新規資源使用率をの高い目標を設定してチャレンジ していくためには、ブレイクスルーが必要ということで、こちらの製品にもっと高いポストコンシューマー材を入れられないかという話を社内で出しましたところ、やはり事業部門の方々はもうコストが上がってしまうので、例えばこの今言う 50% という値が出たら今の10倍ですから、非常に難色を示すというような方々もいらっしゃいました。で、結果としては先ほどのやっぱり ESG の潮流、サーキュラーエコノミーを今やって、将来財務に投資するという考え方から、トップダウンで、これが決定したということです。そしてこの一つの複合機の中に 50% もポストコンシューマー材を使うということは非常に品質ですとか色味ですとかいろいろな課題が出てきました。で、これを克服するために、クロスファンクショナルチーム、横押し横断のワーキングを作りました。設計や開発だけではなく購買、生産、販売、そして QA 部門、我々 ESG 部門も開発の当時から入ってそのような課題を一つクリアしてきました。そしてやはり先ほどから申しておりますように価格が上がってしまうということ、50% も搭載している環境性能がいいから価格が上がっていいというものでは、市場ではやはり選ばれなくなってしまいますので、そこを他の例えば包装材を削減するですとか他の分野ですとかここ のポストコンシューマー材の開発を技術開発でこれまで の競合する市場価格と同等 の価格に抑えられたということが非常に大きなチャレンジだったと思いますし、これが成功できたということが非常に大きかったと思います。それで皆様にこの製品の好事例としては
開発当時、まあ、これからサーキュラーエコノミーですとかサステナビリティの商談が増えていくよということだったんですが、まさにその先行対応したことが好事例になったという事例になりまして、この右側の方の上にカーボンフットプリント、こちらがですね原材料をやはり再生材を使ったり、まあ、バイオのものを使うことで CO2 を削減することができまして、前進期からカーボンフットプリントといわれますライフサイクルで の CO2 量を 27% 削減することができました。で、先ほど EU のエコデザイン規則などが検討されているという話がありましたが、まあ、その中で CFP 開示が義務付けられていると。で、また今年度から日本のグリーン購入法でも、まあ、一部の製品でカーボンフットプリントを開示していきましょうという話になりまして、複合機も類に漏れず来年度からカーボンフットプリントを開示することが義務化されました。そしてサーキュラーエコノミー の問い合わせは、まあ、それほどないんじゃないかというところが、まあ、徐々に増加してきたことで、まあ、この商品がちょうど出たところにその世の中の潮流がヒットしたということで、まあ、好事例という形で紹介させていただいております。ありがとうございます。本当に今のトップダウンで決定したこうポストコンシューマー剤 50% 使うという大きなチャレンジで出てくる課題を克服するために、まあ、いろいろとこう横串のワーキンググループ作ってっていうのが、まあ、本当にこうできる範囲のことをやろうではなくて、まあ、目標を達成するためにどうやったらできるかって考えていくって、この辺がこうリコーのコミットメントだと思いましたし、そこで集められたワーキンググループのメンバーがいわゆるその設計エンジニアだけでなくていろんな部署からっていうところが、先ほどロバートさんもおっしゃったやっぱりイノベーションっていうのはエンジニアリングイノベーションだけではなくて、本当にこう売り方であったり、まあ、ロボットその場合は資金の集め方とかも含めて本当にビジネス全体で取り組む、まあ、そのチャレンジなんだなっていうのが非常に今の例からも分かりやすく伝わってきました。ありがとうございます。で、ピアさんにお聞きしたいのがまさにその、まあ、ピアさんテネオの立場でも、まあ、日頃よったしピアさんがおっしゃっているリサイクルが答えではないですね、リサイクル is not the answer っていうメッセージにすごく大いに共感していて、これサーキュラーエコノミーのすごく本質的な質問をピアさんにだから聞きたいんですが、その循環率そのものを追い求めるチャレンジの旅ではないと私は思ってるんですね。その大量のものを投入し大量に循環させって、これはまた違うわけで、最終的にサステイナブルな世の中にするためにはその資源の投入量を減らさなきゃいけないと、まあ、これが一つ大きなチャレンジなんだというふうに私は思っています。で、そうした時に例えば経済発展でありウェルビーイングでありこういったことをこう損なわないで資源投入量を減らしていくと、まあ、新規資源投入量を減らしていくためには、まあ、私たち何が求められているんでしょうかと、ぜひ、まあ、対処交渉から教えていただきたいと思ってます。まあ、企業としてどうしなきゃいけないかって、これももちろん歓迎ですし、場合によっては政府としてどうしなきゃいけないか、場合によっては市民社会消費者がどうしなきゃいけないか、まあ、どういう語り口でも結構ですが、ぜひこう循環率だけでなく資源投入量を減らすためにはどうしたらいいか教えてください。ありがとうございます。非常に大きな、また非常に難しいご質問いただいたと思います。そうですね、言うなればいろんな側面があると思います。ロバートさんがおっしゃった通りなんです。サキュリティというのはもちろんシステム的な思考が必要です。例えば会社であるならばどうやったら製品を設計するのか、どうやったらお客様とやり取りするのか、どうやって製品のケアをするのか、そういったシステム的なことに関わるわけなんです。また規制もかかってくるでしょう。これが可能になるような規制があるのかどうか、それもポイントです。例えばイケアの場合なんですけれども、プラスチック材のテイクバックをやろうとした時なんですが、これは物理部門ですね、まあ、物理部門です。プラスチックじゃなくて、例えば輸送から出てきたもののテイクバックだったんですが、リース会社との契約が必要でした。店舗ではこういった廃棄物はケアできなかった、廃棄物としての登録が必要だったんです。そこでEU でこういった事例を共有するということが必要だったんですが、実は EU の方でもこのような状況は想定外だったんですね。本来ならばいいと思ってやったんだけど、こういった想定外の状況があったと。したがっていろんなステークホルダーといろいろな議論することが必要だったと思います。
また北欧だけではなく全世界で見たのが実はお客様のニーズだったんです。例えば中古の製品、レンタル、そしてリースに対するニーズは全世界のお客様の声から出てきました。全地球でオーナーシップ、物を持つという概念が変わったわけです。要するに物を所有するのではなく使いたいということです。これが基本的なトレンドとなっています。とはいうものの消費者は簡単で手に入れたい、価格も同じで欲しい、同じ品質であってほしいという要望がある。しかもサステナビリティ、持続可能なものも持てる。お客様は要するに自分たちは何か諦めたくはないわけです。いいことをしたけども何か諦めたくもない。したがって簡単にできるものだけもならない。日産であろうと、イケアであろうと、フィリップであろうと、せっかく商品を作ったにしても古い商品よりも悪い商品を提供することはできません。でもグリーンだからいいでしょうということは言えませんよね。地球に優しいんだから前の商品よりも悪いものを提供したらダメなんです。だからこそ創意工夫、そしてイノベーションが必要なんです。どうやったら我々が生み出すもの、そして我々が提供しているモデルをどうやったらよりベターなものにするのか、それが重要なんです。またおっしゃった通りです。大量生産、大量消費、そして大量廃棄についてのご指摘、その通りだと思います。まさにこれは社会的なシステムの問題であると思うんです。欠陥であるわけです。企業にしても経済にしてもまさにそういった前提で作ってしまった、200年前の知識にのっとったものとなっている。 GDP の評価も全くその古いシステムにのっとっている。今は新しい知識を活用していないわけです。例えば会社の利益の評価にあたっても新しい知識ではなく古い知識にのっとって評価しているわけです。例えばサーキュラーモデルを投影したらもしかしたら変わるかもしれない、その評価が変わるかもしれない。今とは違ったモデルが必要なのかもしれません。消費者も最も最先端のものを求めている、かっこいいよねということで最先端のものも求めている、そういった状況があります。今できることはたくさんあると思うんです。である程度のことを着手していると思うんですね。政府の規制もありますし、また循環性の高い商品を提供している会社もあります。ですから一部スタートしております。消費者の方でもテストを始めている、試みている。でももっと大きな試みが必要だと思うんです。例えばペースという話も先ほどありました。政府も会社ともっとかかる必要があります。世界経済フォーラム、より大きな場で本当にこういったことを考慮すべきではないでしょうか。どうやったら対応できるのか、どうやったら会社の活動を促進できるのか、どうやったら市民と消費者と関わることができるのか、こういった根本的なことを考えなければなりません。本当に大きなテーマです。今ある知識を持って解決していくので、200年前なかった新しい英知を持って対応する問題であると思っています。ありがとうございます。本当にこう大きなシステムチェンジに向けて必要なのが、エンジニアリング、テクノロジーに詳しい部分とまさに哲学であり思想でありビジョン、こういうのをこう組み合わせて挑戦していく課題なんだなというふうに改めてお話聞いていて感じました。で今日のパネリストの皆様はまさにそのリーダーで、こうそういう方々 の広い知見とですね、まさにこうチャレンジ精神からまさに一歩一歩世の中が動いている最中なんだなというのを改めて今日感じたところです。で私のタイムマネジメントが悪く、もういよいよおしまいの時間になってきてしまいました。でぜひですね、最後に皆様お一人ずつからですね、一言ずつ、短くですね、数十秒ずつ今回のこうサーキュラーエコノミーのチャレンジに向けたですね、感じられたことと、ぜひ参加されている方に呼びかけたいですね、メッセージをいただいて、おしまいにしたいというふうに思います。じゃ最初に佐藤さん、ぜひ最後のメッセージをお願いいたします。はい、今日はですね、ロバートさん、ピアさん、田川さん、そして羽生田さんからいろいろな非常に大きなメッセージを受け取りまして、私のクロージングの2番目に言おうと思っていたことを最初に言わせていただきますと、このような日産様の今日のようなセミナーで皆様のこのような非常に重要なメッセージが多くの皆様に届くことで、先ほどピア様が言ったような社会が実現するように、エデュケーションであったり共鳴、共有というのが起こっていく、まさにこういう場が必要なんだなということを改めて感じました。
で、我々企業としてもお客様に、そのような製品を選びたい、選んでいただけるという価値を見出すような製品を作っていくことが必要であると思いますし、先ほど弊社のプレゼンで紹介させていただきましたように、ESG は将来財務ということで、短期的にはコストアップの要因に見えますが、必ず中長期で、将来の財務に好影響をもたらすものということで、皆様にはすぐアクションを何らかの形でアクションを起こしていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。そうしましたら、ロバートさん、ぜひ最後のメッセージをお願いします。ありがとうございます。明確です。サーキュラーモデルは戦略的にあらゆる企業にとってどの業界であろうと重要です。考えなくてはならない、理解しなくてはならない。製品の特徴だけではなくて、パートナーと顧客とサプライヤーと規制当局と一緒に共同して変革をもたらさなくてはならない。事例はたくさんあるから、ここからはスケールアップです。以上です。ピアさん、ぜひ最後のメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。2つ感想があります。まず第一、今とにかく今始めることが重要です。今とにかく行動を取る必要があります。ただもちろん、より大きなシステムの変革の必要性もあるということは念頭に置きながら今行動を取っていただきたい。メッセージとしては、とにかく全ての問題が解決するまで座して待つということは避けてほしい。ベストなプロダクト、ベストな規制、ベストなお客様との関係、そういった最善の状況ができるのを待たないでほしい。今まさに試行錯誤の段階です。もちろんロバートがおっしゃった通り、ペースのようなスケールアップが必要かもしれません。それが1点目です。今とにかくアクションを取ってほしいということで、2つ目、何回か出てきたテーマです。まさに多くの方々にとって、また経営者にとって新しい言葉なんです。新しい用語であります。気候だとか、カーボンが出てきた、炭素が出てきた、そしてサーキュラリティ、生物多様性、水不足、そして人権、 ESG、 多様性、ダイバーシティ、インクルージョン、いろんな新しい言葉がどんどん出てきているわけです。しかし、これは企業にとって2023年、企業にとって必須の言葉なんです。将来、さらにこれらの言葉、要項の重要性高まるでしょう。20年前、30年前、大学で学んだ時代と違うんです。今の学生はこういったことを学んでいる。こういった言葉を我々も逆に学ぶわけにならない。そうでないとダメなんです。まさにビジネスの要項が変わっているということを申し上げたいと思います。そうしましたら、高さん、ぜひ最後にお願いします。はい。ホスト会社の日産自動車として、まず今日ご参加いただいたパネリストのピアさん、ロバートさん、そして佐藤さん、本当にありがとうございました。非常にためになるコメントをたくさんいただきました。そして羽生田さんには合間合間のコメントがとても勉強になりまして、昨年に引き続いてですね、こういうセッションでこういう皆さんの話を聞いていると、世界は大丈夫かなという気もしてくるような、非常に勇気づけられるパネルでした。本当にありがとうございました。お礼申し上げます。ありがとうございます。そうしましたら、ここでですね、サーキュラーエコノミーを加速させるためにアイデアアクション2のパネルディスカッションおしまいとさせていただきたいと思います。本当にこう貴重なメッセージ受け取れて、高橋さんおっしゃったように前向きな気持ちになれた時間だったと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ご登壇いただきました皆様、ありがとうございました。以上をもちまして、日産サステナビリティセミナー2023サーキュラーエコノミーセッションを終了いたします。冒頭で田川が説明した通り、 DEI についてのセッションも日産公式 YouTube にて配信しております。こちらもぜひご覧ください。それではご清聴ありがとうございました。